回の、飛び出すごろくはまあ、ベースとしてはすごろくタイプのボードゲームなんですけれども、ダイスを振る代わりに、カードを引いてそのカードでどんどんマス目を開いて、1番にゴールするというゲームになっています。そのカードを使って他の、まあ、敵たちとどう駆け引きをしながらその人のプレイスタイルによって、どういうペース配分で最後までゴールするかっていうところをじっくり楽しんでもらえるようなゲームになっています。これまでこう、ドリームキャスト、プレイステーション2で Xbox360 って作ってきて実は任天堂さんからタイトルを出したことがなかったんですね私は。でもすごくそのやっぱり家族に向けてのゲームっていうのを作りたいと思っていて本当にそのファミコンの時のワクワクする感じっていうかみんなで遊べる感じっていうのが Wii が出た時にその感じが帰ってきたっていうふうにすごく思って、一番最初岩田社長にどうしてもプレゼンをしたいとリクエストをさせていただいたところリクエストが通ったので岩田さんに一番最初のオリジナルアイデアっていうのをプレゼンテーションしました。でそれをきっかけにプリプロを作ってんですけれども、ちょっとまあ残念ながらそれはプロジェクトが大きくなってしまって形にできなかったんですけれども、でも一番最初のオリジナルアイデアの時から、飛び出す絵本を舞台にしたいっていうアイデアはあったのでそれが今も生きているっていう感じですね。最初に岩田さんにプレゼンテーションした、ゲームの内容っていうのは違うジャンルのゲームだったんですけど、小さいゲームに作り変えようっていう時に、まあ、みんなが本当にルールも分かっていて誰もがすぐに遊べる、なおかつその絵本と組み合わせるとこうとてもいいバランスになるようなものって何かなっていう話をしている中で、実は任天堂の田辺さんから、じゃあそのスゴロクはどうですかっていうアイデアをもらいました。サイズが限られているのでそのとにかくこう遊べる時間が少なくなってしまうことは避けたいっていうふうに思っていたんですね。なので、実際にこのゲームとしては、マップのバリエーションっていうのは2つになるんですが、その1マップをもう何度でも何度でも、新しい気持ちで楽しめるようにマップに敷かれるカードっていうのが毎回ランダムで配置され直すので、遊ぶたびに新しいマップを楽しんで、もらえるようにすごく気をつけました。実際にまあ本を作るまではいかなかったんですけれども、シンプルな模型は自分たちで作ってみて、本当にミーティング中はみんながこれを閉じたり開いたり閉じたり開いたりしながらいろんなアイデアを出していたりとかしていて、こういう仕組みだからこう開くんだっていうのを研究しながらモーションとかを作っていきましたね。やっぱり一番難しかったのはその、実際に開いた時に本当にそのこう立ち上がってくるそのやっぱ臨場感ですね。ボードゲームだっていうところと絵本だっていうところで温かい感じ、紙のぬくもりとか手触り感ですかね、それっていうのはすごく気をつけました。戦略性と偶然性のバランスっていうのが実は最初は戦略性 100% だったんですけれども、そこをそのあまりゲームをやっていない人もその遊べるで、ゲームをやってる人はやってる人でさらにその戦略性の奥の、新しいこう難易度っていうのを探してもらえるような、ものにしたかったので、実はそこでゲームのバランスっていうのをこう結構いろいろ考えて誰もが遊べるものっていうところをすごく探した中で魔法の本っていうのが出てきたりですとか、代わりに別のカードのバリエーションっていうのは消えていったりっていうようなことがありましたね。結構みんなボードゲームが好きなので、その、まあ、好きだからこそのこのゲームはこういうこと、こういう要素がなかったらいいのになとか、このゲームもっとこうなったら
面白くならないのかなっていう、こうみんながみんないろんな意見があった中で、じゃあ今回自分たちがボードゲームをするっていうことにおいて、ちょっとしたそのボードゲームの時に感じるこうちょっとしたこう面倒くさいなと思うようなことっていうのをできる限りなくしていったら、どういうシンプルなボードゲームになっていくのかなっていうところは、ちょっと今回私の中では一つ挑戦だったなっていうふうに思ってます。何かを突き詰めるようなボードゲームっていうものを今回目指したのではなくって、本当にそのルールをどれだけシンプルにすることで、みんながどういうこう年齢の人とかゲーム経験がどんだけ違っている人が同士が集まっても、みんながそれなりにちゃんと楽しめるっていうところの本当その広さをどれだけ持てるかっていうのはすごくトライをしたポイントでした。ゲームだからこそできるっていうところっていうのはやっぱり魔法の本の仕組みですね。実は裏でパラメーターを取っているので、一緒に遊ぶメンバーの周りにこういいことをするとか、周りをちょっと引きずり下ろしてでも自分が勝つとか、そこの戦い方によって、ちゃんといいことをした人には魔法の本からいいプレゼントが来るし、人に悪いことばっかりしてると思ったより勝つのは大変で、そこはその時集まったメンバーの性格だとか、周りの動き方を見ながら、どう進んでいこうかなっていうふうに戦略的に考えようと思うと、実はその相手のこう性格を読むっていうところが新しい戦略性になりますね。人にいいことをしてあげるとちゃんとそれが自分に返ってくるんだよっていうことって、すごくそのなんかこう親が子供に言いたいことだったりしないかなとかっていう気持ちもあったので、そういう話題がこのゲームを遊ぶことで自然に出てきたりとかするとすごくいいなっていうふうに考えてました。ヨーロッパの皆さんっていうのは日本も結構そうなんですけど、みんなボードゲームはすごく好きな人が多いっていうのを聞いていて、私たちもぜひそういう本場の人たちに遊んでもらいたいなっていうふうに思っているので、このゲームでホームパーティーをいっぱいしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。